今回紹介するのはこちらドリフトパッケージなのトヨタスプリンタートレノです。上手くなってから動画をアップロードしようかと思っていたのですが、そんなことをしてるといつになるのかわからないので、とりあえず今の段階でアップロードします。開封です。ボディ、シャーシ、中にはバッテリーが入ってます。想定外のシールが、ラジコンもシール貼るのか。マニュアル、子供時代に憧れたこういうコントローラー、引くと直進、向こうに押すとバック、ここに車を挿して充電します。ここはシールね、貼り付け完了。シールを貼る前のボディ、貼り付け完了。テールランプのところは無理があるな。実際走らせてから剥がれてきちゃいました。単三電池4本使用します。そんでもって車を挿します。充電スイッチを入れます。充電が完了すると左の緑ランプが消えます。コントローラーの上部が平らなので、充電中はこうやって置けるわけですが、緑ランプが消えました。充電完了です。充電早いです。ボディをはめます。まず車体のスイッチオン、最後にコントローラーのスイッチをオン。数秒待つと車体とのペアリングが完了します。動くぞ。前輪の動きはオンとオフみたいな感じで、途中で止めることはできない。なので極端な動きになりがちですね。スピードの速い遅いはある程度調整できるので、この加減が重要になる感じです。直進まっすぐ反応するのですが、バックは少し間を置いてからスタートします。バックの際 0.5 秒のブレーキがかかっているためです。コントローラーにハイとローのスイッチがあり、スピードの加減を調整できます。次にロウ、音が少し小さくなりました。ちょっと走らせてみます。ちなみにスピードモードはロウです。車体が左右どちらかによって走行しちゃうときは、車体裏のステアリングトリムで調整できます。いろいろな場所で走らせてみましたが、つるつる滑るところが良いようです。体育館なんて最高だろうな。走らせたら怒られると思いますが、わら。走行音は激しくうるさくはないですが、そこそこします。
8の字ドリフトをやってみましたが、回転しちゃって難しいです。いつものベランダで走らせてみましたが、滑りにくいのでドリフトには不向きでした。普通に走らせる分には問題なかったです。1回の充電で10分は余裕で遊べます。コントローラーの電池もなかなかなくなりません。ただ車体側のバッテリーは充電して使うたびに消耗していくので、バッテリーの寿命が徐々に減っていきます。バッテリーの替えが効けばいいのですが、まあバッテリーの心配するのは早いですけどね。わらドリフトパッケージなのトヨタスプリンタートレノでした。